はい、マロー京口ひろとです。で、おなじみの僕の大好きなボクシング現役 WBA 世界王者京口ひろとさんのお家でできるボクシングっていう動画があるんですけど、こちらなんですけど、世界王者教えるワンツートレーニングってなってまして、こちらですね、歌ってみたみたいな感じでエクササイズやってみたっていう感じで僕の方でやっていくっていう動画をちょっと上げていこうと思います。で、特別にですね、京口ひろとさんの方から許可をいただきました。なので、映像を見ながらそのトレーニングをやってみたいと思います。じゃあ早速ですね、動画の方を再生してやっていきたいと思います。じゃあ最初に説明を聞いていきましょう。ワンツー、ボクシングのコンビネーションのほんまの基本のワンツーを家でやるっていうただのだけの動画をこの YouTube でも撮っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。多分そんなめちゃめちゃ狭い家じゃない限りできることやと思うんで、まあシャドーボクシングってまあサンドバッグとかそういう器具がなくてもできるトレーニング、器具がなくてちょっとしたスペースでできるってすごいありがたいですよね。これぐらいのスペースがあればやれると思うんですけど、シャドーの基本のワンツーを家で、何気なく振ってるワンツーがめちゃくちゃ綺麗ですね。基本的に構えは右が顎の横で左手は目線の高さ、これが基本構え、こっちから見たらこう基本ですか。で、この高さからリズム取る、初めの基本はこういうリズム取りながら、ワンツーのワンを打つときにまず後ろ足で踏み込むっていうか蹴るんですけど、この後ろ足でパッて踏み込むと同時に前の足を、まあどれぐらいでいったらいいかな、まあ、大体でいいんですけど、まあ30センチぐらいかな、20センチぐらいかな、ちょっと前に前の足が動くんですけど、それと同時に左手の前の手のジャブ打つ、この時に打つ位置っていうのは基本的にこの顔の高さ、この高さですよ。床と平行。そうですね、基本的にはこう打つ時にこうなったりこうなったりあんましないことですね。ただこれは基本のシャドーボクシングの中での言えることなんで、例えば対戦相手がでかい相手とかになってくると、もその分やっぱ上に行ったりとかやっぱあるんで、相手が低かったらこうなるとかあるんで、そこは使い分けというか、まあ、例えば対戦相手、次の相手が大きいとかやったらこうなると思いますし、多少は。でも基本は、これは試合とかできる人用の説明って感じですね。高さで打つんですけど、足の幅は基本的に肩幅よりも肩幅の位置で左、右利きの人はオーソドックススタイルは左足が前、ちょっと見たら、ね、この足のそのオーソドックスかサウスポーかってどこで判断するんですか、自分はどっちなのか。まあ利き手ですよね、右利きの人はオーソドックス左足前とか、逆に右利きやけどサウスポーっていうのもいるんですよ。逆に左利きやのにオーソドックスもいますし、右利きのサウスポーもいます。それってスノボとかって一緒だよね。あー、似てるかもしれないですね。それは確かに僕スノボやったことないんで分かんないんですけどねなんですけど、まあ、基本は僕はオーソドックスなんで、その右利きの人の構えで説明させてもらうんですけど、でこの肩幅左足前で、大体この構えた時の幅っていうのはこの肩幅の幅よりもちょっと気持ちちょっとだけ広め、こうやって見た時にこれぐらいの幅ですね、肩幅よりも気持ちちょっと広めで構えるんですけど、さっき言ったジャブ水平行に打つんですけどね、平行に打った時に前の足こう動くと同時に左手を目標物に向かって打つ、ここにまあ相手がいると思ってるんですよ、打つ。でこう軸足っていうのは、例えば野球とかでもピッチャーとかでも投げる時にここでブレーキかけるじゃないですか、この蹴り足があって前足、これ軸足にあって、この軸足がブレーキとなって伝える、軸足を踏ん張ることで回転を真ん中で止めて力を前に流すって感じですかね。それを打つために初めにワンツーのワンを打つときはジャブをここで打つ、ここにツー打つときは左手で打ったジャブの同じとこに打つんですけど、この時に後ろ足こう打つ次に後ろ足を蹴るんですけど、蹴るっていうのもイメージもどういうことなのかなって思う人多いと思うんですけど、股を挟む
結構腰で回して打てとかって言われるんですけど、腰を回すって言ってもなんか分かんないじゃん。でイメージとしては蹴り足がしっかり蹴れてるっていうのはこの股を挟む、腰だけ回せたらこんなでもなるじゃないですか。っていうよりもここの股を何か物があると思って物を挟むイメージ。挟むと同時にそのジャブ打った左のこの位置に打つ、まっすぐです、まっすぐ。中央に向かってですね、この幅があって構えて、まっすぐやったらこうなるんじゃないですか。人間の顔、相手ここしかないんで、こう打つのはダメです。だからミットとかでも、あの下手くそなミット持つ人やったらこう持つ人おるんですよ。これダメですね。基本的にこうです。同じとこにパンパン。だから同じとこに向かって打つ。この時に切れですね。これが基本のワンツー。これを踏まえた上で家でできるトレーニング、ひたすらワンツー打つっていう構えて打つ打つ。違う、こんな感じ。そうですね、基本的にパパンの声でパパン、ワンツーリズム、ワンツーあんまりワンツーワンツー、あんまり実践向きではないです。ボクサーサイズっていう意味ではいいんですけど、このワンツーだけだったらほんまに1畳ぐらいのスペースでできると思うんで、ぜひ家でやれるトレーニングっていう意味で。やるんだったら1ラウンド何分？1分1セットならいいかもしれない。1分1セットを、まあ、10セットとか、インターバルはまあ30秒ぐらいでいいんじゃないですかね。でやれば大体15分ぐらいかな。それで一通り10セットやったらいいと思いますね。まあボクシングやってない人でもボクサーサイズって意味ではリズム取ってワンツーワンツー、これをひたすら1分間やって、で30秒休憩して、またそれを10セットやるだけでも消費カロリーってすごいと思うんで。やっぱりシャドウとかって有酸素、有酸素ですね、圧倒的にいいっす。よくリズム音楽とか鳴らしていいと思いますね。あの家でやるってなって、もう自分がテンション上がるような音とかでワンツーワンツー、もうこれを1分間やって30秒でもいいトレーニングになると思いますね。だって これだけのスペースでいけるんですよ。もう正直横これぐらいでもいいんですよ。もうだって家の廊下とかでもいいんで、音楽鳴らしてこれだけでもいいと思うんですね。ワンツーボクサーサイズ動画ちょっと本格的な打ち方になってるんだけど、ワンツーはボクサーの人が打ってるワンツーの基本こういうんですけど、まあ、今回の動画はちょっとボクサーサイズ的な動画になってるんですけど、ちょっと肥満体型の方がいるんだったらこの動画で痩せようっていういいかもしれないですね、これ。じゃあ実際ね、言われた通りに1分で30秒インターバルでワンツーをずっとさっきのね、しっかり足の回すっていうのを意識しながらやっていきたいと思います。じゃあ1セット目やっていきます。あんな柔らかく打てんのな、めちゃくちゃちょっとスクリュー気味になったけど綺麗に打っとったし、ババン、ワンツーワンツー。世界王者ってすごいな。あの動きが実際にできたら多分この1分間でもしっかり誰でも痩せれるかなって思うんですけど、まず30秒長い長い、きつい。1セットでもきつい、これ10セットでしょ。結構長いな。ワンツーして出してくるんで、30秒いった方がいい。いや1セットでも、ね、結構疲れますね。
よかったらね、皆さんもね、ぜひこれちょっと見ながら一緒にやってもらったり、なるのもできるんでね、やってほしいなと思うんですけど、言われた通り、10セット頑張って、まだやっていこうと思うんで、30秒でいった方が意外と短いかもしれない。じゃあ2セット目ね、一気にやっていこうかなと思いますね。足がね、やっぱ閉じやすくなっちゃうんで、しっかり着替えておいて。パパン。ワツン。三十秒。ワツン。ねえ、まだ二セット目なのに、しんどい。もう二セット終わった時点で息上がってますね。あ、きつい。きつい。あ、三セット目。ただ3つだけだけど、やっぱりきついな。パパン。ワツン。ワツン。セット終わったんで、ちょっとまあこれ反対の筋力、今のとオーソドックスの右側だけになっちゃうんで、この反対もちょっとやってみようかなと思うんで、この反対もねちょっとやっていきますね。反対でもなかなか難しい。肩の力ね、弱いな。パパン。ワンツーワンツー。いや、何セット目の今インターバルなんですけど、マジで時間がある感じ。いや、これ最初は半分5セットとかから始めた方がいいかもしれないですね。結構きついな。あとちょっと頑張ります。パパン。ワンツーワンツー。よし、ラストセットラストはオーソドックスワンツーやって、その後30秒経ったら反対戻してっていう感じで、ちょっと両方やっていきたいと思います。あとちょっと頑張ろう俺。ワンツーワンツー。あー、きつー。じゃあいよいよですね、今回は京地ヒル選手の、ボクササイズの動画をちょっと見ながらやらせてもらいました。もう単純にね、めちゃくちゃ疲れるこれ。お腹はでもかなりね、絞れる感じするんでね、結構ハードなボクササイズが好きな方は、ぜひやってみてください。そして、京口選手、すごくかっこいい選手なので、YouTube の方もね、すごい、YouTuber としてもすごい活躍してるんでね、ぜひ見てみてください。じゃあ、今日はこれで、ボクササイズやってみたの動画は終わりになります。最後までご視聴いただいた方、ありがとうございます。もしね、この動画がちょっと良いなと思ったら、高評価、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。あとこれ、ぜひやってみてください。結構ね、やってみた感じ、きついね。じゃあまたこういった動画、上げていきたいと思います。バイバイ。